どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんとこの棒一本で作る10秒のヘアレンジをご紹介します。仕上がり的にはちょっと夜会巻きチックになるので、まあ、結婚式でもそうですし、あとはまあ着物ヘア、まあ、カジュアルなヘアアレンジにも使えますので参考にしてみてください。ショート動画と普通のね、プロセスをお伝えしている動画の2種類作ってますので、端的に知りたい方はショート動画もぜひご覧ください。それでは動画をどうぞ。長さはロングヘアの方で全体的にブラシでとかしていきます。引っかかりがなくなるようにしっかりととかしてください。では全体の髪の毛を後ろでまとめて、ヘアアレンジのスティックを上に乗せます。で、髪の毛とスティックを巻きつけていくんですけど、髪の毛をこう上に持ってきて、スティックを時計回りに巻き込んでいきます。スティックをもう半回転回して、毛先が少しちょろっと出てるので、これを中に入れ込むようにクッ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 と回していきます。で、ある程度中にね、これが入り込んできたら、この先を根元の方に向けて、そのまま下にグサッと差し込みます。するとこんな感じで止まります。最後ね、ちょっとぐちゃっとしてるところだったりとかをこうバランスを整えて形をきれいにしたら、こんな感じで完成です。はい、こんな感じでやってみました。ポイントとしては2つあって、まずしっかりとブラシで溶かす、その後に、棒を巻きつけていくんですけど、これを時計回りしっかりと巻きつけていく。で、あの毛先がねなくなるようにクックックックってやるのもポイントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ベルマークもしっかりと押しておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。